ピカー。よくなったよ。これは爆発しそうだ。おい、そこの薄のろ野郎、こっちを見ろ。石が喋った。ああ、偉大なる石を何なりとお申しつけよう。こっちだ、でかいだけのピンクののろま。あ、やあ、プランクトン、オイラを蒸発させるの？それも非常に魅力的だがな、残念ながらお前を手伝うという望ましくない役割を担った。オイラも昨日変な寝方をして首を痛めたよ。よく聞け、未来の手下よ。クラゲ洞窟に行くんだ。そこの看板の指示に従え。洞窟の奥についてもお前はでかいピンクの間抜けのままだろうが、ロボットを倒して俺を餌バケツ艇に戻すぐらいの知恵はつくだろう。そしたらオイラを蒸発させてくれる？お前の命は救って、俺様のブラック企業で出来の悪い偽ブランド財布を作らせてやる。わあ、みんなにプレゼントだよ。うー、暗くて怖い洞窟。持ち物がすごくたくさんあるね。
ンジボブのパンツサイズが合わないみたいだな。痛い。これどのくらい運ばないといけないの？